いきなりこの状態からの登場になります。はい、今日はですね、私が普段、練習前、練習後、あと寝る前行っているストレッチ と、セルフケアをご紹介したいと思います。これのおかげでですね、私怪我がすごく少ないんですよ。で、前回冬木さんと一緒にキックボクシングやった時に最後にちらっとお伝えした腰痛予防の、ね、体操とかもあったんですけれども、これからちょっとずつそういうのも上げていきたいと思いますので、まずは初級編からお伝えしたいと思います。用意するものなんですけれども、持ってる方はこの、ヨガマット、まだしますね。これね、私試合の時にいつも持ってってるんですよ。まあ、今の団体になってから、アップする場所が結構カーペットとかになってることが多いんですけど、なんか中には本当床で冷たいところとかもあるんで、そういうところだとちょっと体が冷えてしまうので、そういうのを防ぐために自分でヨガマットを持って行ってます。これとあとこれも試合の時、海外に行く時とかも持ってってるんですけれども、よくスポーツジムとかに置いてあるストレッチポールの、ハーフのものになります。まあ、これはあってもなくてもどちらでもいいと思います。あった方が、まあ、セルフケアはしやすいです。ということで早速ストレッチしていきます。なんで私ストレッチやり始めたかっていうと、お風呂上がりに、ちっちゃい時お風呂上がりに自分の父親が絶対ストレッチする習慣があったんですよ。トラブルに絶対ストレッチしてたんで、私もそれを見習ってやってたらいつの間にかこんなに体が柔らかくなりました。なので父親に感謝ですね。お父さん見てるだろうな。で、ストレッチをやるメリットなんですけれども、練習前に私はしっかりとストレッチをします。その理由は、今の自分のコンディションを知るためにストレッチをします。例えば、あ、ここ疲れてるなとか、ここは、あ、ここよく伸びるなとかっていうのを知ることができるので、自分のそのどれだけ動けるかなっていう目安になります。あとはもちろん、怪我予防っていうのもあります。いきなり動き出してプチって切れちゃったりとかする可能性もあるので、念入りにストレッチをしています。疲労をためないためにストレッチケアをしっかりしています。どうしてもケアしていても疲労は溜まってしまうんですけれども、翌日とかに全然動きとか疲労の残り方とかも違うので、私は必ずストレッチしています。そのおかげで今まで大きな怪我ってしたことがないですね。ストレッチをしていきたいと思います。まあ、初級編なので簡単にやっていきます。まずはこうつま先をしっかり立てます。両足を伸ばしてつま先をしっかり立てます。で、両手なるべくつま先を持てるようにしっかり持っていただいて、こう伸ばします。で、ストレッチする時のコツなんですけれども、息を止めないようにしてください。と、頑張りすぎちゃうと逆に踏ん張って筋肉こんなに長くなくていいです。まあ10秒ぐらいで全然いいと思います。ただちょっと疲れが溜まってるなって時は念入りに伸ばしたりとかもします。今度はつま先を伸ばした状態 で骨盤をしっかり立てた状態で伸ばします。で、練習前は若干反動をつけてストレッチしています。練習後は逆に念入りに反動をつけないようにストレッチしています。で、その次なんですけれども、足の裏と足の裏を合わせて、で、骨盤もしっかり立てて、で、なるべく床につくようにパタパタってします。これ股関節周りと、あと内ももですね、内ももを伸ばすストレッチです。今からこの内もも伸ばしますよっていう風に体に知らせてます。はい、じゃあその後に体を倒します。これもできる限りでいいので、ちょっと遠く見るといいかもしれないですね。伸ばします。若干反動をつけて、で、練習後とか寝る前とかは少しゆっくりめにストレッチしてます。今日どこ疲れてるかなと、あと右左どっちの方が疲れてるかなとかっていうのもこういったので分かるので、念入りにやってください。
で、その次なんですけれども、まあ縦なんで縦から行こうかな。できる限りでいいです。ちょっと私の場合伸びすぎるのかな。筋肉も最初は硬い状態の方って、最初グッて伸ばしても筋肉が硬いのが正しいんだっていうふうに脳は覚えてるんですよ。だけど少しずつ少しずつ柔らかいのが正しいんだよっていうのを体に教えてあげると、あ、こっちの方が楽なんだっていうふうに筋肉もだんだん分かってきてくれるので、だんだん体が伸びやすく、筋肉が伸びやすくなってきます。なので、ね、1週間とか続けたところでなかなか伸びないんですけれども、1ヶ月2ヶ月って続けていくと少しずつ伸びてくるので、皆さんやってみてください。伸ばしますね。じゃあその次なんですけれども、足広げます。これも無理しないでください。できるだけ一直線になるように伸ばします。無理はしないでください。まずはですね、同足、足と同足の手を使ってつま先を、足のつま先を持ちます。でその次反対側の手を使って伸ばします。足だけじゃなくてこの肋骨周りについてる筋肉とかも伸びます。呼吸もしやすくなります。でこの時も息を止めないでください。はい、じゃあ前へ行きますね。あとはねじったりですかね。太ももの前の筋肉を伸ばしていきます。まず、お尻の後ろに自分のかかとが乗っかるようにしてください。で、できる人はこのまま倒れましょう。で、この倒れるときにこの膝が浮かないようにしてください。で、もし硬い人はここでもいいです。手をついてもらって、そこから徐々にチャレンジしていってみてください。その次は太ももの後ろを伸ばしていきます。ここの太ももの後ろの筋肉ってすごく大事で、腰痛持ちの方とかってこの太ももの裏すごく硬くなってます。でしっかり伸ばしてあげてください。でこの時なんですけれども、こう同足の手と足を使ってこう伸ばしていくんですけど、もし体が硬い方とかがいたらタオルを使ってもらって、できる限り伸ばす形で全然いいです。で表伸ばしたら裏も伸ばすっていうような考えですね。次はお尻を伸ばしていきます。片方の足は床についてもらって、で片方の足をねじってなるべく床につくようにしてください。でその時なんですけれども、片方の手はしっかり床についたまま、左右逆の動きをしましょう。両方伸びる感じですね。でその次なんですけれども、またお尻を伸ばしていきます。片方の足は曲げてもらって、もう片方の足は太ももの前に手を置きましょう。で、手を入れてもらって両手を組みます。この状態でゴローンとしましょう。こうすることでお尻どんどん伸びていきます。四の字の状態ですね。でこれゴローンとすることで、肋骨周りにも刺激を与えてあげることができます。このゆりかごみたいな